はい、どうもセリカです。なんと来ました、リゼロガチャ、異世界カルテットのコラボ第2弾のガチャが来ました。8月15日から22日までということで、やばいですねこれはね、エミリアとレムはスキンチェンジまで行きたいんですが、実はですね、引いたんです引いたんです。200連喋りに喋って引きまして、なんかね、スマホがめちゃくちゃ熱くなって撮影ができてなかった状態だったんですが、スバルとレムが1体ずつ、スバルがね50連でボンと来て、レムが130連ぐらいで来ました。今1体ずつで、エミリアは0体という状態から300連目から改めて動画スタートしたいと思います。めちゃくちゃ張り切って回し始めて、すっごい喋ってたんですけど、保存がどうにもできない収録だったみたいで、そのまま撮影できないまま、あ、2体目来た。お、これ320連ぐらいかな。うわ、出やすいのかな。エミリアが欲しいんですが、今日はね、本当に覚悟してます。青銭が、まあ、50万枚ぐらいで収めたいという気持ちではあるんですけど、まあ、200枚も切っても、どんだけ使っても、とりあえずはスキンチェンジまで全部やりたいと思ってます。やばいよねいや、でもこういう時のために貯めてたっていうのがあるので、もう使っちゃいます。出るまで、3体スキンチェンジするまで終われないという感じでいきたいと思います。なんか熊の実好きの時もそんなこと言ってましたけどオーバーロードガチャの時もそんなこと言ってましたけど、でもとりあえずね、200連で1体ずつ来たっていうのは、まあまあちょっと大きかったので、釣って沼るかなそう言って沼るかもしれないんですが、一応ね、256万枚からスタートして、6万枚分ぐらい撮影できてなかったので、スタートが250万枚からスタートしてるので、何連かはちょっと心の中で喋りながら数えはするんですけど、最終的には青銭の差し引きでどんだけ使ったかっていうので、何連回したか、約ですけど、そういう感じで出していきたいと思います。いや、50万枚いくかな使うかもしれない。今のとこ、スバルが2体の、レムが1体のエミリア、0体で300連が終わろうとしております。はい、それでは400連目突入です。出るかな？いや、50万枚ぐらいで収めたい気持ちですが、一応狙うスキンが9体になるので、しかも、オーバーロードガチャ終わって今日切り替えだったんですけど、オーバーロードガチャ課金で販売がスキンショップ出てましたんで、1体ずつで3300円だったかな。だからこの課金のガチャは、ちょっと回すの待った方が、うわいいかもしれない。これの確率もまあまあ低くって、課金で3300円この10連ガチャやったとしても、このリゼロスキン出るとは限らないんですよ、確率的に。だったら課金する予定があるなら、リゼロスキン入れ替わりの最終日終わってから、おそらくスキンショップで1体ずつ、いくらになるんだろうね、4500円ぐらいで販売高すぎなるかもしれないんで、課金が来てるんでね、取り逃しても、まあ、現金で解決は、できるらしいっていうことで、まあ、できれば青銭で出したいですよね。この期間で、また22日終わったら、もしかしたら次、このスバスキンガチャ、来そうなので、また貯めなきゃっていう、感じです。やばいなぁ、ちょっと早めに出てほしい。ドデカガチャ来たらちょっともう引かないかもしれないぐらいの、やば同じスキン3体とか、声ももうすでに出なくなってきてる。400連目で、やばい状態。あ、この400連は、何もない、爆死の100連かもしれない。はい、それではこちら500連目に突入します。ちょっとね、撮影できてないっていうのがめちゃくちゃ怖いんで、100連ごとにちょっと撮影切りながらやってます。ただ、連続してやってるので、いつか出るだろうという、うわぁ、びっくりした、今びっくりしたねえ、ひどいね、なかなか。9体狙うか。で、青銭もまたね、貯めなきゃいけない。もしくは、青逃げ5頑張って、あ出た、ごめんなさい、大きい声出た。スバルスキンチェンジ来た、うわ、早かった。スバルは私のこのガチャでは出やすいのかな。エミリアはまだ0体です。スバルスキンチェンジ来ました。500、何連目だ?520連目かな。ありがとうございます。よかった、とりあえず、一つのスキンクリア。あとは、エミリア3体と、レム2体。いやー、出るかなー、怖くなってきた。500連目に突入してます。500、これ30連目かな、違うねー。星3あるとちょっとびっくりしますが、出るかな、あと4体。違う、あと5体。5体。きつい、きつい。
皆さんもスキップスキップでやってるのかな？もう揃った方や、狙ってる欲しいスキンがもうゲットできた方もいるかもしれない。私はもうとりあえずは、この3体もしくは、エミリア・レムはスキンチェンジしたかったので、どっちにしろあと2体、2種類。おお。それでは、青銭を一体いくら使えば、スキンチェンジするのかどうか動画の最後で一緒に確認できたらと思いますので、ぜひ、全部見るのはね、ちょっときついかもしれないんで、早送りなどしながらとは思うんですけど、500レムやなんもないかな。一応スバルスキンチェンジっていう感じかな。来い来い、くぅ、ひどいグレーです。やばいね。来る？来ないね。わー、お銭はやっぱり一瞬ですね。本当に。3000枚貯めるのまあまあ大変ですけど、一瞬で、なくなります。ほら！はい、では600連目の10連に行きたいと思います。まだ、レムが2体、エミリア3体、狙ってるとこでございますが、ねえ、ひどいんだけど、出る気がしないような、まあ、紙引きではなかったので、もう、この時点で。500連終わってますからね。スキップも挟みながら、行きます。気分ですけど。いや、スキンチェンジめちゃくちゃ可愛いんだよな。あ、来た！来た！やっと来ました！レム、2体目！これ630連目ぐらいかな。630連で2体目。やっと来ました。この子はスキンチェンジしておきたい。です。うわぁ、他がひどいけど。いやー、エミリア来ないタイプかな、私は。いや、この間ね、もう動画見てくださった方わかると思うんですけど、虹の卵ガチャが、1回でレイク出たっていう超神引きだったので、こういうね、シワ、来たよかったー、650連目ぐらいかな。来た、やっと1体。いや、普段ならこれで満足なんですけど、もう今回は、最後まで行きます。声が。ガチャね、何回も分けてもいいんですけど、もうこの動画は、スキンを全力で全部出すっていうガチャの動画にしたいので、残るはレム1体とエミリア2体。もう出します、この動画の中で。出すまで。やります。出るかな？怖くなってきた。もう言ったからにはもう、止まらずに行こうかと思います。よくね、こう連続して引き続けると出が悪いというか、こう切ってやった方が、気が向いて100連ずつ回した方が、確率的にいいというか、青銭消費はそんなしなくて、うわすみますよっていうお話ももちろんいただいてて、そういう風にする時もあるんですけど、今回は全部ね、スキンチェンジ狙っていきたいなと思います。はい、それでは700連目突入でございます。青銭がどんどん減ってく。ちょっとね、スキップの方がなんか出やすかった気もしたので、スキップ混ぜながら、です。で、もうすばらスキンチェンジ終わったので、エミリアがなんか出にくいんですよね、私の中では。エミリアがまだ1体、レムが2体。うわぁ。いや、なんかもうどうしよう。でもまあ、青銭使うって決めたら別にそんなに息苦しくはないんですけど、ちょっと早めに出てほしいな。今後がきつい。次のね、このスバガチャもちょっとコンプしときたい。というかまあ、復刻で来るとしたら課金の可能性があるので、今回リゼロガチャが課金じゃなかっただけ、めちゃくちゃありがたいと思って、青銭でね、ゲットできちゃうってことなんで。いやー、あんま欲出しちゃいけないんですけど、今回ばかりはちょっと、スキンチェンジしときたい。コラボがねー、短いでしょ？しかも、うわひどいの混ぜてきますね。この緩急がすごい。コラボがね、本当に期間が短いので、この間に溜めて出すっていうよりも引いちゃって、もう後半は溜めに入って、次のガチャも引いてってあ、もう一瞬だよ！来た！レムスキンチェンジ！来ました、これ740連目ぐらいかな ?50 連目ぐらいかな。ありがとうございます。700連でした。いや、よかった。とりあえず、狙ってたスキンチェンジまではなんとかいけましたんで。動き可愛いかな、見たいですよね。ちょっとね、今回動画の長さによっては、動いてる姿がお見せできない可能性があるので、次回この3体を使ってみたみたいな感じで、動画撮っていけたらなと思いますが、とりあえずは、あ、スバル来た。いや、私のはスバルが出やすいんだな。皆さんはなんか出にくいとか出やすいとか、若干違うと思うんですけど、私はもうスバルがもう50連でピカーンって来たんで、ありがとうございます。もう4体目ぐらいかな？来てくれてる感じがしてますが、ありがとうございます。
ですね。宣伝目を引いてたんですけど、スマホがね、めちゃくちゃ熱くなっちゃって、なんかガチャの、スキンの画面で、宝箱の画面でフリーズしてしまって、一回落ちちゃったんですが、で、その関係で撮影できてなかったんですけど、エミリアがね、ちょうど2体目が、その時に来てて騒いでたっていうのがありまして、また撮影できてなかった。とりあえずはね、エミリア2体まで来たので、ラスト1体狙って、あとはスキンチャージまで狙っていきたいと思います。このね、最後の1体がめちゃくちゃ出にくいという感じなんですけど、これでちょうど1000連ぐらい回してることになります。ちょうど30万枚使ってる状態ですね。30万枚でまだ揃ってない。まあいい方なのかな。なんかコメントでいただくと、オーバーロードガチャ、アインズ様とアルベドを3体ずつ出すまでに100万枚使ったっていう方もいて、80何万枚使ったっていう方もいて、私36万枚でヒーヒー言いながら動画出してたんですけど、まだいい方っすよって言われて、いやそうだよなと思いながら、なのでまだ50万枚いってないですからね、30万枚で、あとエミリア1体ってとこなんで、いい方かもしれないので、ちょっとこっから沼るかもしれないんですが、出すまで撮影を続けたいなと思います。撮影不具合でできてない限りは、行きたいと思います。いや、ちょっとね同じ顔がいっぱい。このラスト1体がきついよなここから10万枚、20万枚、沼っていく可能性も十分にあります。今までの引き金、いい方だったので。いや、うまくできてんなどういう確率なんだろう。これさ、青銭いっぱいある人はいいですけど、使っちゃったとか、他のガチャに全力でやったんでっていう方は、なかなかのガチャ連続ですよね。はい、それではこちらでは1300連目いきたいと思います。ねえ。ねえ、このグレーの人がだいぶ増えてきましたね。やば。レムは揃ったんですけど、エミリアあと1体で10万枚ぐらい今飛んでってますね。やばすぎる。いや、200万枚ちょっと切らずになんとかしたいなとは思うんですけど、まあ、こればっかりは運なんでね。運なんですよ。もう本当に神引きでポポッと出た人もいれば、沼りに沼った人もいるという、まあ、ただね、それぞれのしわ寄せというか波があるはずなんで、今回沼ったら次は出ると思って、うわっひどっついに来ました、グリーン5体で襲いかかってきてますが。いや、ひどくないこれ。どうしました？やめろってことかな？やめないけどね。やめませんよ。出るまで。あと1体なんで、いや、もっと出なければ1回切ったかもしれないんですけど、あと1体っていうのと、まあ、1000連ちょっと、まあ、50万枚以内でってことなんで、なんとかしちゃいましょうと思ってますが、あと1体が出ない。私のこのガチャはエミリアが相当な確率で出ないっぽい。うわー、青銭すぐなくなるね。頑張って貯めても、ガチャの欲しいスキンが来るたびに、うわー、グレーだ。1300でしょ。最終的には青銭差し引きして、うわ、レムさん来たんですよ。ありがとうございます。スバルとレムはね、割とスキンチェンジした後も、ポロポロ来てるような感じですが、エミリアが出ない。はい、それでは1400連目突入でございます。青銭が着々と減ってきてますが、怖っ！エミリアだけがね、どうしても一体出ないまま来てますね。どうしよう、やるけども。いやー、ちょっとね、若干その何連目っていうのがずれ込んでる可能性があるので、勘でちょっと頭で10連数えてやってるので、最終的に計算したいとは思うんですけど、だいたい1400連目。一瞬映った。ありがとうございます。来ました。1430連目ぐらいかな。来ました。ありがとうございます。やばいな。やっと来た。無事でよかった。まさに。ワード全部いいんですよね、今回ね。やばー。使っちゃったね。でもまあ、マシな方かもしれないので、青銭はね、貯めていきたいと思いますが、とりあえずはこの動画内で、スバル、レム、エミリア、スキンチェンジ達成。ということで、いけましたんで、きついなぁ。このガチャがまた一週間後に来ると思うとゾッとしますが、このスバもガチャで来るんじゃないかという感じなので、またね、地獄のように貯めていきたいと思いますが、はい、ありがとうございます。計算しますと、後で計算します。いやー、よかった。とりあえず、ありがとうございます。取り急ぎはリゼロガチャ、コンプ、
ということなんですが、青銭を差し引きして計算しましたところ、45万枚ちょこっと消費をしまして、3体 ×3 体の9体、ゲットしま、9体以上出ましたけど、欲しいもののスキンチェンジは終わったというので、これ ×300 しますと1340連ぐらいかかりました。という感じです。1340連で9体出たら、まあ、1体とか狙うよりはいい方なのかなと思ったりもしますが、今回ちょっと青銭不足の方とか課金ガチャ考えてる方は、終わった後にスキンショップの販売が来そうなので、途中でも言ったんですけど、その辺も踏まえてやってもらえたらなという感じでございます。ひたすらガチャやりましたが、なんとかコンプっていう感じで終わりたいと思います。そしてこの3体使っての動画はまた別で撮りたいと思いますので、よかったらまた覗きに来てください。ということで、ガチャ動画最後までお付き合いありがとうございました。よかったら他にも動画を出してますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた、バイバーイ。